はいどうも、新藤辰巳のゴミラジオ。すごい傷んでいる女性は優しさを重点的に取り入れて口説けば意外と落ちるんじゃないかと思っている新藤辰巳です。よろしくお願いします。坂巻です。お願いします。いや美人でもいろいろいますけど、髪が傷んでいると動きやすい、やっぱ睡眠不足だったりストレスの可能性があるから、その精神バランスがそんな良くないと思うんですよ。だからそこをつけ込んで相手の状態を見ながら口説いていて、優しさを取り入れたら、あこの人はすごい優しい人なんだって錯覚が起きて口説きやすいんじゃないかと。髪ツヤがいい人は健康だし冷静だし、判断力がありますから難しいですけど、どっかに落ち度がある人はそこを見逃さず口説けば俺いけんじゃねえかなと思ってるんですよね。とこ見るね、爪とか髪とか、いやそれ大事ですよ。あ、そうなんだ。いやそうですよ、やっぱりすごい正統派勝負するなんて難しい。恋愛なんて一種の事故ですから、何かが起きないとやっぱ難しいんですよ。そんな順風満帆な自信のある人を口説くなんてまあ難しいですよね。でも髪を見たらいいわけだ。髪とか爪とか服装とか、その時その時で違いますけどね。ちょっと不節制な感じがあるほど、なぜ寝てないのか、精神バランスが保たれてないんじゃないか、なんか嫌なことがあるのか、結構ずっとストレスを抱えてるのか、それをちょっと、優しくして柔らかくしてあげるってことによって、その人はその彼がいないとひょっとしたら生きていけないんじゃないかなって、ちょっと委ねるような気持ちになった時はこちらのもんですよね、これはね。本当かな、本当かな、どうなんかな、どうなんかな、わからないな。いやしかしね、まあ、最近ね、よく金属バットさんっていう、まあ、芸人さんがいるんですけど、まあ、すごい、まあ、東京でも、まあ、大阪でも人気なのかな、まあ、でもテレビこそそこまで出てないですけど、笑い飯の西田さんが一押しで、まあ、テレビ番組出たりとかするぐらい、まあ、創作性のある面白い漫才をする人なんですけど、やっぱ、まあ、まあ、いくつぐらいですか、まあ、芸歴10年ぐらいなんで、まあ、30ちょっとぐらいですか、そのぐらいじゃないの。まあ元気だね。なんでそう思ったの。いやー元気だよ、元気、もう元気いっぱいだよね、もうびっくりするわ。いやなんかもうゆったりと割と喋る漫才だから、割とその体力ないのかなとか、意外とまあ線細いというか、そのまあちょっとすぐ疲れちゃうのかなと思って。元気だね。まあよく東京いるよ。東京にはすごく来るよね。一番来てんじゃねえ今。でオファーの数も多いし、大阪でも多い。フリーライブとか、もう金属バットが出たら絶対お客さん増える。ね、決してイケメンでもないけど、もうやっぱ漫才やって姿がかっこいいわけですよ。面白いなってね。でも僕もちょっと呼ばせていただいたけど、まあ元気だけど、ね、まあまず一つの元気で、まあ一回あたりの漫才の尺もまあまあ長いわけですよ。それでまあアドリブ入れてきたりとかもそうだけど、間で絡んできてもまあ芸人でし、志も高いし面白いから、どん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 ボケるね。まあそれはね、最初東京に来てネタあった後、ネタも受けた後にその余韻もあるけど、どんどんボケたら、それにさらにね、どんどん大きくなっていくみたいなのもあるんだかもしれないけど、それでまあ別のエンディング企画コーナーと思う。ずっともう何か付き合ったらボケるぐらいの、でもそんなグイグイ感もなく自然さもあり、うわ、まあ、でもそれでもやっぱり東京に来て、東京なんか楽しんで、舞台で楽しんでるのかなと思いつつも、打ち上げもずっと誰かいじったりとか、こんな元気な人だっけ。前なんか僕が初めて喋ったら、俺の喋る量にビビって引いてて、1時間何も喋んなかったような人だった。こんな元気なのかって、今回俺は引いちゃったもんね。俺そんな見たことない。なんかまあ元気だった。まあ、今回は新藤辰巳軍団っていうのにゲスト呼ばさせていただいたんですが、まあそのお客さんもそんな来なかった割にはすっげえ盛り上がりがもう異常にあったんですよ。もう異常な感じで、最初からもう、あそう、最初からあったってことは僕の MC も良かったってことなんですけど、まあ、坂巻くんいなかったけど、ね、なくてね、でもそれでスタートダッシュも良くて、みんなも面白くて、プラネットレジェンド大西健介って人以外はすごい受けたわけですよ。出たね、他の人は。でもそれをまたね、みんな面白いから、それいじって笑いを増幅させていくわけですよ。でもそこでもどんどんなんか、いつも企画でね、こういう話をしようとか、まあ今の時期だオフィスじゃんが話をしようとか、TBS 高野菜の話をしよう、みんなどう思いますか、僕はこれどうしたらいいですかとか、ちょっと慰めてくださいみたいな話をしてたんですよ。だけどもうそこに行く前提の時でも人と人の絡み、金属バット VS
プラネットレジェンド大西健介のトークバトルみたいな。面白そうだな、そこの絡みは。もう片方はバンバン空振りしてて、向こうはガンガンが当たっていくみたいな。一回もボール当ててみたことないもんね、あの人。もともと、向こう、プラネットレジェンドは誰もボール投げてないから、来てると思って勝手にバット振ってるっていうね。外野にいるのにバット振ってるみたいな。全然ボールを見てない。いや、まだ投げてません。まだあのマウンドにピッチャー立ってませんよ。いや、来てる来てるっていう。試合始まってない。その振り方がまた面白い。それをいじってバーンって受けたりとか。なるほどね。それもまあすごかったんですけど。で、今度はだから、まあそれ結構長尺で。だんだん本題になかなかいかないみたいな。だから、いや、じゃあ次行きましょう。ラムズ VS 金属バットみたいな。ちょっと。いちいち VS しますね。VS だよ、もう。でも、一尾倒して、まあ、まず、もう、なんか、その体型自体なんだ、いい感じ、盛り上がったりして、まあ、モダンタイムズさんをこう、読んだら、いいって、プラネットレジェンド、また押し出されて、またプラネットレジェンド、VS、出されるだろう。金属バットってなって。いや、ちょっと待って、じゃあ、銀座ポップです。銀座ポップ VS、金属バット。また始まんの？あの、ネタがすげえ、また、銀座さんが下手したらトップぐらいで受けてて。すげえ受け方がよく。妙な熱気だったんだね。すごい熱気。ネタも良かったと思うんだけど。したら、もう、銀座さんもなんか、でもプラネットレジェンドインパクトに負けたのか、そんなにグイグイ言ってたかどうか。でも、あの、知ってますと。銀座ポップのこと、金属バットが知ってると。そんなことあんのと。ライブ一緒だったんだよ。知らないでしょ。うん。でも、そう、銀座さんも言って、知らないよ。なんで知ってんのって。いや、新藤さんがしょっちゅう言ってますよ。俺くせにとか、ここでもさ、銀座ポップ、銀座ポップって言ってるから、なんかもう覚えちゃったんですけど、あ、この人が銀座ポップかってなって。そうだわ。で、そんな話をしてたら気づいたら、目の前にプラネットレジェンド大西健介現れて、プラネットレジェンド大西健介 VS 金属バットがまた始まって、バットが。あと何回やる、何回やるの、そこの戦い。もういい、いいから、もう他の人も、ちょっとだから企画移動としては、その東京の僕の新藤辰巳軍団の仲間は結構地下のライブの人が多いから、まあ金属バットみたいな、その大阪の優秀な人と仲良くなりましょうみたいな企画もちょっとあったんで、いろいろどんどん紹介していって、で、まあ巨匠のお母さん、岡野陽一さんもいたんですよ。岡野陽一さんも、じゃあどうぞどうぞって、もうね、はっちゃめちゃで、あの、プラネットレジェンドのせいになったから、あーいいってまたプラネットレジェンド押し出すから、プラネットレジェンド大西健介 VS 金属バット。何回やねん。30分ぐらい絡んでんの、プラネットレジェンド大西健介の金属バットが。そんな、相性いいな。相性良くね、全然良くなかった。いや、その良くなさがいいわけでしょ。プラネットレジェンド大西健介が喋るために一人のお客さんが死ぬほど笑って、他の人全員笑わないっていう。そこもいじったりするわけでしょ。そこもいじったりするんだ。すごかったね、本当に、ね。まあ、でもライブ中はもうずっと稼働してる感じだ、うん、金属バットさんが。で、あの、で、滝達子さん。はいはい。58歳の。今、30になった。はい。手挙げてくる。この感じがちょっとつまんない釘でるんですよ。はいはいはい、はい。わかるわかるわかる。じゃあ、あと。3ターン後ねとか、なんかあと3つ後に刺しますとかね、はい、あで、まあ、3つ後ぐらい刺したら、うん、まだ2つしか来てないわ。いや3つ来たから、そのなんかボケなのか老害なのか分かんないのか、よく分かんない。いやもう3つ来ましたよって普通に。いやちょっと、じゃあ私言わせてもらおうかしら。あ、もうやばいやばい、空気まずいまずいまずい。で気づいたらプラネットレジェンド VS 金属バット困ったら実現みたいな。ずっとお客さんの需要あったかどうかわからないけど、すげえ盛り上がった。結局企画もネタも、まあ、トークもネタトークでトークもあったし、で最初のあの一番バッターがちょめちょめクラブさんだったから、うん、で終わった後にちょっとネタトークで絡んだ、うん、で僕とちょめちょめクラブさんと、まあ、もう一人あの、まあ、ちょっとサブ MC みたいな人がいて、はいはいはい、それからもうそこで15分ぐらいトークで絡んだ。で次は銀座ポップだから、うん、もうちょっと巻きがもう入ってますので、うん、銀座ポップをゼロにして絡みゼロにしてザンと切った。それそれ盛り上がって、あそこはそこで盛り上がってみたいな、振りを聞いてるから、で終わって、まあ、盛り上がったし、まあ、あの、まあ、滝さんが全部ね、あの打ち上げのお金払ってくれたり、ってくれたり、酒買ってくれたり、いろいろするわけですよ。ありがたいね。そこでもずっと滝さんとかをね、金属をガンガンいじってくれ。こんだけおごってんのに、ディスるなと。ディスって笑うと、周りもガンガン受けんのに。そりゃそうだよ、金属バット、ね、え
る歌舞伎もいるし、ね、岡野陽一なんて、ね、うるさいわ、もううるさくて人を下に見て生きていってるやつばっさり。いや、滝さんが金払ってんだからもうちょっと俺は笑えなくては持ち上げてほしいっていう気持ちもあったのよ。もうバン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 でまた盛り上がっちゃうから、その注意もできないじゃん、受けたら正解みたいなのがあるから。だからもうライブからもうイケイケの、もうすごいすごい、す金属バット今日もすげえなと思って、したらもう1時ぐらい12時半ぐらいになったら、その小屋のオーナーの谷川さんがやってきて、もうまだやってんの打ち上げは、もう終わり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 っつって、もう12時終電終わったぐらいにもう追い出されて、じゃあもう帰りましょうかって、でも金属バットさんがね、大阪来てるから泊まるとこないんですよなんつって、どっかじゃあ飲み行きましょうかみたいな、なんか滝さんとか帰ったから別の、でも社長の人がいたのよ実は。でもその人は別に特におごるとかじゃなくてすぐ帰りたそうだったから、いやあの人誘ってちょっと飲み行きましょうよなんて言ってたけど、飲み行かなくて帰っちゃった。そしたらあら、したら今度僕が捕まって、しんのさん飲みに行きましょうよ、財務省がいなくなったと。もうちょっとね、僕せっかくなんで、僕は明日がね、ちょっと明後日がライブなんですけど、明日が特にないんで、ちょっと飲み行きましょう。え、明日が何もないってことは何、一日飲むのっていう感じの勢い。もう朝まで、いやもう朝までと言わずもう夜まで、おお、うわ元気いっぱいだ。その後にもボケからん、こんなにイケイケ、いつもね、うん、大阪からわざわざ来てお金もないし、ね、泊まるとこもないんで、飲みとかもういいじゃん、俺なんとか漫画喫茶代出すわ、寝る時間。なるほど、なるほど。でもそんなに、飲みたいんだと、もうお金もね、そんなないか言っても僕も。うん、だから、宅飲みにしては、坂巻くんち、ここでしましょうってことで、一応連絡したじゃん、連絡、金属バットついて、いや、いいです、ああ、助かった。宅飲みで、ちょっとお金は、ね、大丈夫だと、うん、でまあ12時ぐらいまで寝たら、まあ、だいぶすごいいいじゃない、しゃ、やっぱ居酒屋がいいっす。いやいや、もうでも本当に、でも泊まるとこないとか、うん、坂巻くんち泊まっとけば、うん、だいぶお金浮くじゃない、うん、いや行きましょう、いや一杯だけちょっと、居酒屋行けないですかね、やっぱ新藤さんのおごりでみたいな、こんなもんって、もいや行きましょうって。で、行こうかのように食い下がらない、そう食い下がる、いやどうしましょう、行きますか、じゃどこ、いやでももうこんなに遅い時間出してもやってない、いや中野なんでやってますと、まあ新井薬師のシェイプですから、歩いてたから中野だったら、いやそこちょっとの、もう分かった、じゃあちょっとだけの方が、えいいんすかみたいなので、金属バット元気だ。こんな元気だっけなって思ってる。で、飲むやむや行って、まあ、でもやっぱり、これは金かかんない。すごい安いと思われてる居酒屋に入ってる、思ったほど安くなくて、これは払えないぞと。それはおごらされる。なんか雰囲気満々で。満々なんだ。でももう、坂巻ってとりあえずこれから行くって連絡して、じゃあ行く行く行く。いや、ちょっとよ、もう飲みましょう、もう、お通しも来ちゃう。いや、もうお通しは俺で払って帰るから。で、店員さんに言ったら、あれ、岡野陽一さんですよね。知ってる人みたいな、知ってるよ、テレビで見たんだ、うん、で女の子の店員が岡野陽一さん知ってる、うん、岡野陽一さんを知ってると女の店員が男の店員に言って、男の店員が僕に言ってきたね、うん、え、知ってるんですかって言って、なんか、うん、そしたらなんか、うん、途中でも帰りやすいで知ってるんだって、あ全然なんか、うん、なんか結構すごい感じよかったね、うん、ちょっともうすみません、一回全員で外でいいですかって、あ全然いいですよ、ちょっとお年代払う、いやお年代も全然食べてただでいいんで、おーおーいいですか、すごいじゃないですか。でその女の子は結構ちょっとお手紙見てて、うん、結構詳しくて、僕もなんかちょっと見たことあるんですよ、お笑い好きなんですか、ね、あ助かったと、じゃあもうなんかお年ただにしてくれないの行こう、うん、いやでもお年食べちゃいましたよって、すみませんおかわりって、なんだおかわり元気なーなんだよキャベツ食いよってのそれって元気なのか、元気もう夜中2時3時なんだよ、そうだね、普通は帰りたい時間だよね、もう行きました行きました、いやもうちょっと一杯だけとか、一杯飲んだらもう帰んないで、とりあえずもう行きましょう行こうで、俺先行くからねって言ったら全然ついてこないの、行きますとかいう感じで、もうこれもとりあえず店飲みたいんだなと思って、俺はもうそのタクシーに乗って坂巻町まで来て、まだ飲んでたね今、まあその終わりで金属バットと来るからさ、一人で来たから元気いいよ、それその後さ、しんどさんどこですかって LINE も電話もなく、もう飲んで、特になんか元気あり余ってんだ、そうそうそう、外にもうクタクタだよ主催ライブでさ毎回疲れるわね
せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。